ネイティブに機械学習を行うためにはマッキントッシュコンピューターでは X コードというソフトウェアが必要です X コードはあらかじめインストールされているか無料で MacBook コンピュータインベテン a p アップスト e からダウンロードできますアップスト e からダウンロードするにはあなたが行く Apple のアプリ ストアアプリを開き、X コードと入力して、X コードを検索します。それは表示され、それが開いている場合は、開いていると表示し、既に関与している場合は、開いていると表示し、まあ、そうでなければ、取得と表示します。これは無料のアプリケーションですが、非常に大きいです。約13から 15GB です。最て、アプリを手に入れたので、それを開くクリックします。 このデモンストレーションでは画像分類器の開発方法をご紹介します。あなたの Mac コンピューターで X コードに含まれている CreateML アプリを使用します。これは画像分類器です。する。これはあなたが CT スキャンが外芸もまたは脳内車中を持っているかどうかを識別するのを助けます。 最初にするべきことはいいだから最初にするべきことはメニューバーの X コードに行きそれから開発者ツールを開いてから ML を作成をクリックしますこれによりダイアログボックスが表示されますファイルダイアログボックスが開いた時その後を作成します 新聞書私は機械学習ホルダーを持っていて新しい文章を作成しますそうするとテンプレートを選択するダイアログボックスが表示されますテンプレートを選択するダイアログボックスが引いた時その後と私たちがやりたいことなので画像分類をクリックします見たい欲しい私たちの形成学習アルゴリズムは画像を見てそれが英語会社中か 英語が茶中を判断します。だから金私は選んだので次にクリックしますそしてそれから私たちはそれに名前を付けるように求められますだから私はそれをチャシュシベスと名付けます次に「進む」をクリックしますこれで全て保存されました次に「作成」をクリックしダイアログボックスが表示されますですっこれが私たちのメインです 者たちが訓練してストーを行のウィンドウマシンラーニングアルゴリズムこれには3つのセクションがあります本当に必要なのはこのセクションですこのセクションでは将来追加することができます新しいデータを取得しモデルをネ、ね、トレーニングしますそしてこれが違う把握できる限りではもっと歴史的なタブですだから今 私はこの中間部分に記録を集中させるつもりです。セクション。ここにはいくつかのコントロールがあります。ここでトレーニングデータをロードします。だからここをクリックします。私のトレーニングデータを選択します。私が私のに行くと、機械学習フォルダー。それを見ると、私がヘマトマというフォルダーを持っていることがわかります。2つのサブフォルダーがあり、各サブフォルダーには ICH または 英語会社中に対応すする画像がありますだからもし私がこれを選んだら「線ホルダーそれは車中です」つまり、えー、画像は2種類すなわちヨー,ー会社中または脳内車中で合計52枚の画像があると言っています検証はここで行われます検証セットを置くこともできますし 自動的にデータを分割してテストすることもできますアルゴリズムはです2つの選択肢があります仮想認識アルゴリズムのあ私は最新のものを使用していますそれは最新のマクロ用ですまた反復の数も決めることができますデフォルトは25ですが200に設定しましょうということにしましょうそしてまた2に こちらではコンピューターが見ることができる拡張を追加することができます。ぼかし、クロップ、反転角度、回転角度、ノイズなど、そのため、今私は訓練セットを持っています。そして私は検証とアルゴリズムを選び、何回の反復か、私は増強をそのままにして、そして私が訓練するためにクリックします。そして、コンピューターは訓練されました。 そして今私は評価を見ることができます評価のために実際には以前に使用したセットを使用することができますそれがどれほど良いかを見るための車種それに応じてそれは別のセットを使用するのが良いでしょうクラタさんというカムストレーニングですがそれについてはここにあるものを使いますなぜなら他にはないからです えー、使用されていない私たちが考案したアルゴリズムは入試案件中に入試試の ICH を正しく特定し全ての外部データを正しく特定することができますさてプレビューに移りましょうとととししててここででやろうとしていることはこれです私たちのアルゴリズムがこれを正しく識別できるかどうかを確認するための画像があります だからこの一つをクリックすると、そうして私はファイルを追加すると言います。私がここにいて、私のクラスであるマイマシンラーニングを見て、そしてこの一つを見てください。これらの全ての画像を追加してもいいですかさて、今、それが正しいかどうかを確認することができます。見てみると最初のものです。 それは93%の革新度で ICH であると言っています。そして2つ目は、百、ま、たび100%の京都で、それは ICH だと確信しています。3つ目、それはたたび100%の京都で、それは ICH だと言います。そしておもつ目については、100%の京都で、それは外野摩擦中だと言っています。まつ目については、97%の京都で、これが ICH であると言います。 だから、このモデルがどれだけよく訓練されているかがわかります。画像の分類、システム、この情報が役立つことを願っています。ありがとうございます。